みなさんこんにちは。こんにちは。レミです。それでは、彼女に初めて出す手料理の料理対決の試食をしていきたいと思います。イエーイ！どちらから行きますか？どっちが運びますか？誰が運びますか？はい。声だけでしか入ってないですか？僕が行きます。では、お願いします。大志くん、レイさんチームです。おばつ。こちら、サーモンとイクラのピザです。じゃあ、いただきます。はい、どうぞ。いただいてください。ちょっと失礼します。イクラいっぱい飲んでるやつからで。いただきます。いただきます。こちらはですね、突然画面の外から出てきたんですけど、こちらはですね、こちらまずあ生地の上にこちらモッツァレラチーズ、モッツァレラチーズが入ってるんですけど、その上に、オレンジソースがかかってて、その上にこのサーモンが乗って、イクラ乗せて、最後にこちらバジルソースがかかっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。じゃあ次行きますか。ありがとう。行くんすか。じゃあでは、たくみさん、一斉さんチーム、テイク1お願いします。お願いします。あ、ごめんね、ちょっとお腹空いてたでしょ。ちょっと台も出しちゃったね。ちょっと愛情がさ、台空いてさ、わかる、これあ、ちょっと傾けれない、これ以上。あの、カレーじゃないな。ニンニクと、カメラターン。ニンニクと、ナタデココと、ポテトチップスか。ポテトチップスで、で、作った料理です。で、これライスがハート型になってるっていう、男の不器用な愛情っていうね、ギャップ萌え。でも、これまだ完成形じゃないんだよね。ポテトチップスをここで活用しようと思います。はい、これポテトチップスです。雑っ。これね、ちょっとラブって書いてあったんだけど、ちょっと分かんないかな。あ、ごめん、疲れてきた。これちょっとグロいかもしれないけどね。まあ、ちゃんとね、ほぐしてからね。で、ちゃんとナタデココと大きいニンニクがこんなになってます。ちょっとね、ソースもね。はい、一口大きくない。一口目で大事。まずニンニクからそのままいってみようかな。あ、おいしきね。あ、おいしき。どんどん設定でしょ。いただきます。はい、あ、でもここ大事。ちょっと熱いかもしれないからフフしようね。じゃあせーの、萌え萌えて、あー、もうバッチリ、これで、はい、もうこれでいい感じに美味しくなってると思います。はい、どうぞ。あー、美味しい。あ、どうなの、どうなの。美味しい、あー、やばい。どうねー、どうねー。次、何でも一応、三つの味だから。美味しすぎて、愛情伝わりすぎて、ちょっと言葉が出ないみたいなんで。あの、2品目あります。こちらの口直しにですね、あの、ニンニクをあの餃子風にポテチを巻いて揚げたものです。だからもうちょっと、あんする。あ、大丈夫かな。はい。もう遠慮しなくていいんだよ。もう、あら、こっち、尖ってみよう、気をつけて。刺さない。あー、美味しい。道の味です。別に彼女のことを実験台として見てるわけじゃないんで。まあ、感想は後から。それでは、たくみさん、一斉さんチーム、テイク2。お願いします。はい、では失礼します。下手入ってない。はい。
まあ、テイクワンの方で、ちょっと説明があったと思うんで、こちらですね。まあ、今回僕はちょっと少量にしました。初めて出す手料理。ちょっと大食いだと、やっぱり彼女ちょっと嫌がると思うんで、まあ、今回はちょっと自分で食べてください。ありがとうございます。ただ、ちょっと仕上げていいですか？ちょっと、はい、いきます。お願いします。熱い。はい。熱い。どうぞ、いただいてみてください。いただきまーす。よし、では、抜けます。おいしそう。見守らない式ね。いただきます。なんか味が違うな、気のせい。多分俺、多分バルサミコ。バルサミコを入れてた。あ、これちょっとソースにつけながら食べてない。ソースにつけながら。ソースが見当たらん。あれこちらで。あれ大丈夫大丈夫。じゃあいただきまーす。うん、さっきのより美味しい。おろす。今回の料理名なんだっけ？ニンニク餃子、ニンニク餃子かすみちゃん2号だったはず。うん。そう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 。おう、今か。遅くねえか。リクスリクス。リクスはい、ということで、無事、料理対決が終了した、しました。ということで、ここで、今日は審査員のレミさんから、どちらが、料理が今回のテーマに沿ってたかと美味しかったかっていうのを、まあ、審査して、結果発表してもらいたいと思います。その前におさらいをします。はい、はい。今回のテーマは、初めての彼女に、作る手料理です。そしてこちらの料理名は料理名は、こちらはサーモンとオレンジソースを使った、おピザとなっております。そして、こちら、ニンニクとナタデココとポテトチップスを使ったひとみちゃんです。ひとみちゃん、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 ひとみちゃん。それでは、はい、ジャッジタイム。次回、こういう機会があれば、またリベンジして
やっていきたいと思います。ということで今回はこちらの動画で終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。ひとみちゃん、かすみちゃん。